超小型集塵機の紹介です。非常にコンパクトに作りました。高さは85センチ、パンチで35センチ、奥行きで33センチ、家庭用掃除機を仕込んであります。この掃除機は突入電力の回路を外してありますので超強力に動きます。この蓋は蓋付きバケツと書いてありますが、今日アマゾンから入荷しました。ちょっと動かしてみます。よくサイクロンも働いてます。もう一つ特徴を持たせました。この集塵ポートはテーブルソーとジグソーテーブルなどに使うポートです。その他に取りをつけました。こんな具合ですね。こんな具合です。実際の設置場所に置いてみましょう、はい、実際の設置場所はこのようなところになります。まずは集塵機のプラグはここ電動コンセントに挿します。これはテーブルソー専用の電動です。それに、させました。テーブルソーの電源です。
次にこれがジグソーテーブルの連動コンセント、ジグソーテーブルの囚人ポート、それにジグソーテーブルの電源です。こんな感じですね。それと今回作りましたのが、まあちり取りですね。工房は掃除が大変なんです。よいしょ、ちりとりのポートに刺しました。ここからはカメラ固定します。まずほうきで床掃除をしますね。皆さんここ大変です。囚人機の電源入れます。リアトルクを外してしまいましたので、起動電流が
最大に出ています。今日は超小型集塵機のご紹介でした。